はい、ということでドラゴンクエストオタクとの闇の指定対決レベル20最後ですね、やっていきたいかなと思います。パーティーはこちらですね。ロトの勇者、戦闘力6493の覚醒が1です。エスターク、戦闘力5753の覚醒が1です。伝説の魔物使い、戦闘力5602の覚醒はなしです。ワイトキング、戦闘力6120のフル覚醒です。トリックグレイツセル、戦闘力6320のフル覚醒ですね。こっちはパーティーでやっていきたいかなと思います。総戦闘力3288、行きましょうか。まだレベル19の初見動画あるんですけど、まあ、そこではまだ余力を残したまま勝っているので、いけると思うんだけれど、はい、行きましょうか。配置は結構重要ですね。こちらで行きましょう。周りの敵がどれくらいの強さになっているかがポイントとなってくるんですが、ちょっと速くなってんな、こいつ動くの。マジか。いいね、いいね。ちょっと待って。OK。メキ。やばい、マジで嘘でしょ、ちょっといけちゃった。多分グレイツェルで倒せるんだけど、アインスターくなったよね。嘘だろ、ショック多い。あ、やばい。
回復。危ない。多分そう、2体いける。強い。おお、強い。マジなんでショック受けない。ふざけんなよ。瞬間すげえ重要。来た。どうもありがとうございました。強いエスターク。一撃が強い。エスターク一体いるかいないかで全然ちげえ。どうもありがとうございました。危なかった。ショックがね、ショックってあれね、一旦動けないショックの方ね。強えな。はい、ということで、レベル20クリアしました。よかった。皆様どうでしたか？それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では、雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き、頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あと、グッドボタン、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。